で、来月は、まあ、金梅さん次第だけど、まあ、ダイエットしてね、香川さんみたいになろうかなと思って。あと、前積みも入れようかなっていう。YouTuber のヒカルっているんだけど、デビュー当時結構ブサイクなんだけど、今めちゃくちゃかっこいいんだよ。で、やっぱダーマペンとかいろいろやってるんだよ。かっこよくなろうかなと思って。僕あります。まあこれ以上かっこよくなっちゃったら、まあモテちゃうかな。いや、まあモテたくないな。やめとく？どこを目指してる？まあ1、2年後にやっぱりかっこいい姿になりたい。でも今でもだいぶモテちゃってるから。なんか知らんがな、つが入ってるね。知らんがな。これツイキャスも来るんだよね。ツイキャスも。つか、コンボ終わっちゃうわ。ちょっと知らんがな、耐久行こうか。じゃあお前打っとけよ。バカ。ああ、知らんがな来た、ブロックしようとか、日和ると思ってる、俺が。日和らないからね。お前みたいなバカは、指動かしとけ、ずっと。な。バカなんだから。荒らすことしか脳がないんだから。このバカ。荒らす以外脳ないもんな。逆にこう荒らさせて米版にした方が効くと思うんだよね。米版になるからね、荒らしてると。あ、ココックちゃんありがとう。ありがとうね。ミキミキいらっしゃい。米してる、情けない。自分から喧嘩売っといて逃げて。あ、みんな眉通報して荒らしてるから。あとなんか雅が言ってたけど、なんかよく分かんないなんかことするのやめてね、めんどくさいから。恥ずかしいことするの。めっちゃ成長した。今90キロあるからね。痩せるよ。あ、ごくありがとう、たくさん。ありがとうね。センキュー。正直、眉とはなんか冷めきってる。なんかこの前なんか配信してたんでしょ？ずっとなんか愚痴を言ってたらしく。せっかく連れてった熱海旅行で愚痴言われてね。たまったもんじゃないよ。なんかああだこうだ言ってたんでしょ。ここありがとうね。東京都で一番治安悪いんだってね。結構まだ暴走族いるんだよ、足立区って。
と毒狩りもしねえとな。足立区の毒みんな潰さないとね。ちょっと配信外でやっとくわ、プリウス号で毒を追っかけ回してやっとくわ。マジ治安悪いらしい足立区って。で、ハニー号は置いてあるよ。ハニー号はふわっちはね、できないからね、謝罪配信、いや、ケツ持ちっつうか、止める普通に、おいって、俺の島で何しとるんだっつって止めて説教しようかなと思ってる。夜豚しゃぶ、アワビ普通だったね、普通、この人の良さで、俺は多分初めて見たらムカつくと思うんだけど、見てるうちにハマる、あの中毒性がある、あの二郎ラーメンと一緒二郎ラーメンって正直ニンニクとかただ脂っこいだけなんだよ。でも食ってるうちにやっぱハマっちゃう、もう抜け出せなくなるね、いい意味でも悪い意味でも。ごこらやすとの皆さん、中毒性がある配信者、普通にムカつくと思うよ、普通に、でもムカついても直接あまり俺に文句言ってこれないね。つか美顔機能ついてないって何なの、つけねえよそんなこと。僕ありがとうございます。失礼だよ、さっき美顔機能外れて顔大きくなったよ。美顔機能なんかつけてねえよ、気色悪い。さっき本当に顔一瞬でかくなったよ。ついてねえっつってんの今変わったついてた、変わった、ついてた、変わった、肌が黒くなった、ここあれやすかっこよくなった、いらねえやその美顔機能なんて、気持ち悪い。こんな女が使う機能なんだよ。でまた今また若干やってるよね。やってねえよ。今若干またやってるじゃん。うるせえてね。してねえよ今。ちょっとやってるっていうか、やってないだこの。ここの体勢どうやってやるんだよ。外した。顔がちょっと白くなったよ。光の加減じゃないのそれ。あ、匿名さん、ごくあります。384コンボ。皆さんね、最終日なんで、参加してください。もう今月は、こじることないんで。はい、これ、最後なんで。お願いします。はい。あ、みじんこさんもありがとう。で、サボりそうになるけど、なんだかんだサボらないから。うん、サボりな、いやサボんないですよ、でまあ来月はねナイス機能があるのかな、多分ね運営さんは慌ててね参加できるようにすると思うよ、多分。
あー、徳光さんありがとうございます。いや、ツイキャスやろうと思ったんだけど、あの、ザゴミヤビ、ゴミヤビがうるせえから、ちょっと遊んでやろうと思って。あ、ここありがとうございます。で、後ろの絵は、和藤さんから引き受けたんだけど、買い取り手が一切いないね。うん。で、一人いたんだけど、500円なら引き取るっていう人、たった一人だけだったね。うん。たった一人だけだった。もう無料でも欲しがらないんじゃないかなっていう。無料なら欲しい人いる？無料なら。あ、みのりありがとう。いくらなの？これはまあいいねだね。いいね。無料なら欲しい？あ、キャリーちゃんね。うん。キャリーちゃんなんか俺のラジオのやつも作ってほしいな。うまいんだよ。なんかリスナーのみんな作ってん、キャリーちゃん。俺のも作ってほしい。今ちょっと楽しみにしてるのが、あの、のりこっているじゃん。和藤さんの元カノ。和藤さんの元カノが絵を描いてくれてる。それがね、楽しみ。あ、匿名さんありがとうね、たくさん。ありがとうございます。もうちょっとなんか、みやびくん骨があると思ったのに。ちょっと外部行って、喧嘩とつまじでもしようかな、久しぶりに。喧嘩とつまじする？そっちの方が面白いかもね。相手にならなすぎて。ふわっちはね、ダメなんすよ。喧嘩とつまちとかしたら。お墨規制になっちゃうからね。あ、ここからやす。する？でも、ひよって上がってこないと思うね。口が達者だから。こう一人で喋る達者っていうよりは、対人の時に結構達者になっちゃうタイプはね。うん、ゆうちゃんいらっしゃい。うん、知らんがな、疲れてきた？もうちょっと頑張る？これ何の嫌がらせにもなってないんだよ。しようやん、じゃあ DM してきて、じゃあ、うん、DM 逃げないでね。ニコありがとう。こういうね、あの、誰かに喧嘩売ったりとかって、あの、配信始めた時にするやつなんだよ。うん、そういうのって、そっから普通はしないんだよ。これバカでしょ、喧嘩場と来いやって。DM 送って来いって言ってるのに、こうコメントで、こういうね、やっぱ低能が多いんだよ。低能が。キラキラいるし、りょうくんありがとうね。で、明日から多分、スロット企画やるかな。ライブで。久しぶりに。もう今月は。スロット企画。久しぶりにちょっとスロットやろうかな。ふわっちの方がいい？まず、比べてみると、画質は向こうの方がいい。残念なことに。
うん。画質は向こうの方がいいね。こっちの良さって何なんだろう。まあ、知名度はこっちの方がある。向こうでツイキャスで、あと閲覧も向こうの方があるんだよ。ご残念なことに最近向こうでやった方が閲覧がある。で、多くの人に見てもらえるってこと。うん。唯一こっちがいいのはお金を稼げる。お金を稼げるっていう点はこっちの方がいい。あ、つかコンボ切れてるけどありがとうございました。はい、1、10、100、1000万。2万5000円ですよ。2万5000円。これみんな高いと思うか安いと思うか分かんないけど、俺はこんな配信で2万5000円稼げるのが不思議なぐらい、こっちは稼げるよ。うん、こう1時間86分で。で、向こうは3000円とかだと思う。うん。こっちは多分ね、課金するのを楽しんでるユーザーが多いんだと思う。お金持ちが多いからね。うん、課金するのを楽しむ。あとまあでもこっちは匿名で悪口書くのも楽しんでる理由が多いね。うん、川崎のメロンさん、 DM したから来いや。ちょっと待ってね、今充電切れちゃった、うん、創価学会入れるって、何が？米版になったかもね、ほら、うん、あのいつも知らんがなってブロックされたらアカウントを削除して作り直して荒らしてるんだよ。うん、だから案外米版にした方が効果的かもしれない。うん、米版になるとサブアカとかも切り替えれないからね、同じ端末だと。ももっちいらっしゃい。うん、はよせやって、日本語打てる？君。ベイビーらしい。ももち T シャツ届いた？ T シャツ。電話してやるわ。はよせやって日本語じゃないでしょ、正しい。はよせい